そうか。よろしくな。単なる調査だろ。楽勝。どうかな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまりそれほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？本人に言ってみるか。やめて。変な木。バノーラホワイトの木だ。通称バカリンゴ。ってことはここはバノーラ村？アンジールの故郷？その通り。ジェネシスとアンジールは昔からの知り合いというわけだ。こいつら、ウータイにいた連中。やはりこの村にいたか。ここまで村人の姿が見えない。村全体が占拠されている可能性もある。ジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した。一刻も早い回収または破壊が社長のお望みだ。よし、任せろ。
社長の望み叶えましょう。 Activating combat mode。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。ジェネシスコピー。その言葉をどこで？セフィロスから聞いた。この技術も我が社の科学部門から盗まれたものだ。はあ？ジェネシスの能力と特徴をコピーすることができる技術らしい。ソルジャーとモンスターだけにな。ソルジャーとモンスターは同じかよ。もう動かないよね。ザックス、何を遊んでいる？急ぐぞ。喉越しすっきりだけどまろやか。飲んでみたい。リンゴ工場見学は。ここがジェネシスの実家。両親はこの辺りの地主だ。俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。窮地なんてものではない。二人は幼なじみで親友だった。脱走したジェネシスが親友のアンジーロを仲間にした、そういうこと？セフィロスはそう考えているようだ。おや、墓石だな。まだ新しい。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。俺は墓を調べる。キリ、タークスってそんなこともするのか。誰かがやらなくてはならない。大変だな。気にするな。おかげでお前より給料はいい。マジかよ。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。おそらく向こうの集落だ。すでに敵の手に落ちている可能性が高い。気をつけろよ。アクティベイティングコンバットモード。かかってこい。Yeah!
っしゃ。邪魔すんな。アンジールの家は、どこだよ。仕方ない、一軒ずつ回ってみるか。何かあるぞ。今はそれ、ごめんください。ごめんくだ、人の、ごめんくだ、ごめんくださ、人の気、よ。お邪魔してます。アンジールのお袋さん。俺は後輩のザックス。もしかして子犬のザックス。なんだそれ。息子からの手紙に書いてあったわ。集中力ゼロ、子犬のように落ち着かない。アンジールのやつ。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。うん、違う。安心して。息子に何があったの？俺にもわからないんだ。一月前にジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。
そして村人たちの命を奪ってしまったの。ジェネシス。昔はいい子だったのに。アンジールは？戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。その剣は我が家の誇りなの。そっか、それで。あいつこの剣全然使わないんだ。アンジールのこと俺に任せて。お袋さんは隠れてた方がいい。心配いらないわ。ジェネシスは私を殺せない。うん。アンジールが神殿に入ると決まったとき、誇り高い戦士になるようにと夫がその剣を用意したの。ずいぶんお金を借りたわ。返済のために無理をした夫は命を落としてしまったの。アンジール、返済。息子をよろしく。アンジール、どこ行ったんだよ。何？ジェネシスコピー。アクティベイティングコンバットモード。決まった。ブレッシュ。後悔すんなよ。これまでか。だから頑張ってるって。村外れに工場がある。そこにジェネシスコピーが入っていた。奴らのアジトってわけ？おそらく。今私は工場そばの崖にいる。正面突破は避け、上から侵入しよう。すぐに崖の上まで来てくれ。な、今は。何かあるぞ。今Resolved. Oh, sir!
墓はジェネシスの両親のものだった。まさか自分の親を。道理は通用しない相手のようだな。アンジールはどうだった？家にはいなかった。でも頼む、時間をくれ。もしアンジールがいたら俺が説得する。アンジールが考え直せばジェネシスもシンラに戻ってくるかも。セフィロスがお前を指名した理由が分かった。俺？ジェネシスとアンジール。セフィロスの友人はこの二人だけだった。最も戦いたくない相手だ。それが命令拒否の理由だろう。俺だってアンジールの友達だ。お前なら二人を取り戻せると期待したんだろうな、うん、時間がない、急ごう。侵入成功っと。先に行け、ここは俺に任せろ。アクティベイティングコンバットモード。あれ、はっ、ブレッ、はっ、ブレッ、はっ、はい。おっしゃあ、ザックス、こっちだ。敵に注意しろ。精神を高め、肉体と一致させて。はっ！どうだった？いい線いってただろ。それは意識を集中してるだけだ。お前の力が解放されたわけじゃない。まあね、確かにあの感じとは違うわ。力を解放できる精神状態を知ることだ。それができなきゃファーストは無理だな。マジかよ。覚悟しとけよ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。こっちだ。
ここでコピーを作っているようだな。2階へ行け。ジェネシスがいるかもしれない。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め、飛び立った。さまよい続ける心の水面に、かすかなさざ波を立てて。想像しいな、子犬のザックス。あの家にあった墓、調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた。脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ、役立たずどもは。脅さなくたってそうしたはずだ。少なくともあんたの両親はな。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。死んだの犬どもに何がわかる。よう相棒。結構、ついに心を決めたというわけだ。幼なじみの意思は尊重しよう。しかし、そっちの世界で生きてゆけるのか。アンジル、どこ行った？工場を出たのか？時間がない。急いで村を出よう。あの二人、探さないのかよ。不祥事の痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。アンジールの家には本当に誰もいないんだな。あ、アンジールん家。急げ。なんだって？どうすりゃいいんだ？方法はある。
タイミングよく砲弾を切れ。何？早すぎても遅すぎてもダメだ。注意しろ。さっきの役場前の要領だ。できるか？やるしかない。新艦の音と砲弾の色に注意しろ。今はそれぐらいしかアドバイスできない。新艦の音？こんな音だ。聞き逃すなよ。今の音のタイミングで攻撃すれば間違いない。砲弾の変色にも注意しろ。あとは任せたぞ。新艦の音と色か。空爆までにお袋さんを助けないと。収まったようだな。まあまあ攻撃を防いだようだな。今連絡が入った。間もなく空爆が始まる。急げよ。お袋さんが心配だ。急げよ。俺爆撃隊と交渉した結果、空爆まで少々猶予ができた。今のうちに必要なことをやってしまえ。サンキューゾーン。さっきの砲弾も我が社の製品だ。我が社の痕跡を消す砲弾切りに対して報酬が支払われるぞ。なんてことするんだ！おい！それがお前の誇りか！母は生きているわけにはいかなかった。その息子も同罪だ。わけわかんないこと言うなよ！ちゃんと説明してくれよ！言っただろ。もうそっちでは生きられないのさ。君よ、飛び立つのか。我らを憎む世界へと。黙れ。待ち受けるは、黙れって言ってるだろ。ただ過酷な明日、さかまく風のみだとしても。今日はセフィロスがいないようだが、どうかな。
ンジュ。くそ。Activating combat mode。ブレ。ファーストへの道はそれほど甘くないぞ。必要なのは強さだけじゃないんだ。んなこと分かってる。でも俺はファーストになりたいんだよ。いいかザックス、ファーストになりたいなら夢と誇りを忘れてはいけない。そして俺の夢は英雄になること。分かった、ならば応援してやる。二人ともご苦労だったね。アンジールがいないようだな。行方不明だ。詳しくは後で話す。事態は大きくなる。覚悟しておけ。こっからが本番だ。本気を出せ。これならどうだ。後悔すんなよ。行くぞ。オラオラオラ。オッケー。リゾルト。召喚獣をこんなことに使うなよ。ソルジャーの誇りはどうした。俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。
アンジール、戦争が終わったぞ。みんな喜んでる。でも俺は。その剣は我が家の誇りなの。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。どこ行っちまったんだよ。はい、ザックス。久しぶりだな、ザックス。セフィロス。ラザードの部屋へ来い。わかった。